始まりましたホットバージョン。今回の企画は激ヤバ。今回は八高原からお送りします。今回の舞台は八高原ヒルクライム。マシンはホットバージョン初登場の GR ヤリス。オートクラフトの白ひげさん。ワンピースの白ひげではない。どうですかこういう峠は。そうですね、まあ、まだ新車で1ヶ月なってますんで、はい、まあ足回りのセットアップと、うん、それから少しパワーも上げてきてどうかなと、はあ、でそのあたりをちょっと土屋さんにどのようなコメントをいただけるのか、今日は楽しみで来ました。さあそれでは目指せ WRC 行ってみたいと思います。どうぞ。八高原ヒルクライムは兵庫県養父市にある八高原スキー場までの幹線道路である但馬アルペンロードを使用。その区間はおよそ 2.5 キロ。普段は一般道のため道路の封鎖には兵庫県警が全面サポート。ありがとうございます。普通の峠道のため危険もいっぱいいっぱいだぜ。そしてここを全開で駆け抜けるドリドリの走りを見たいというファンも集まってくれました。峠最強伝説番外編八高原ヒルクライム GR ヤリス全開アタック。オートクラフトライトチューン仕様。まずチューニングしていったところ、まあ、足回り車高調ですね。でそれから、ブレーキ回り、それからあとはまあシート内装系のやつと、約ブーストをコンマ1号ほど 0.1 号ほど上げてまして、20馬力から25馬力ぐらいが上がってます。基本的にやっぱり走ればこうペース上げていけばいくほどアンダー傾向の強い車で、その中で非常に重要になってきたなと思ったのはやっぱりアライメント、フロント3度でリアが2度10分ほどで、トウの方が、リアだけ、アウトに2ミリ、その初めの回答性を良くするためにアウトに2ミリにしました。スポーツのモードの方が、今回には適してるのかなというふうに思ってます。エキスパートモードっていうのもテストしてやってたんですけども、エキスパートはどうしてもリアの方の姿勢制御でパッドを掴んでるような動きをするので、今回は、VSC っていうのは全部切って、テストしたいかなと思ってます。さあ八高原ようこそ。 GR ヤリスオートクラフト仕様、まあ、ノーマルよりもちょっとこう手を加えたライトチューンですね。300馬力です、これが車重的には1280キロ、86よりもちょっと重いぐらい、行ってみたいと思います。さあそれでは GR ヤリスオートクラフト WRC カーのベース車両ですからね、これは面白いと思いますよ。コースとしては難しいコースだね。中高速でね、だから面白いんだろうね。なかなか日本もヨーロッパっぽくなってきたぞ、ね、こういう行動で町おこしで兵庫県警が協力してくれていいことだよね。子供たちに夢を与えられるよ。まずは一本目。ファーストインプレッションはどうか。いい足だよこれ。軽くてちっちゃいから速い。タイムは1分22秒9。まあいい足だ、乗りやすい。道をなんとなく思い出したぞ。コースを思い出した。乗りやすいこの車。乗りやすい。うん、乗りやすい。アンダーは出ない。弱アンダーぐらいで、全然GR のヤリスのノーマルよりはよく曲がる。モードはスポーツモード。うん、トラックモードとかああいうのにするとね、ちょっとアンダー強くなるよね。だからスポーツモードでやってます。徐々にペースを上げ、その変化を探ります。領域
駅まで来るとアンダー出るな。タイムは1分22秒2。22秒2か。まあなんとなくコースを思い出したよ、うん、アンダー出てきたね。この今の走りぐらいになると出口アンダーになってきたね。うん、まあそれはしょうがない、4区だからね。でも早い、22秒2、早いよ。でもジェイズの魔王が17秒だからね。そう考えたら22秒2って早いんだよこれ。コースも再確認できたところで全開アタック1本目。思えないよね。車重1280キロで300馬力の AWD、 峠で弱いわけがない。しかし上りの SC コーナーが連続するこの区間ではどうしてもリアに荷重が行きやすくなるため、フロントはアンダー傾向になるのも事実。でもこのオートクラフトのマシンはとにかくフロントの入りがいいため、ドリドリ曰くめちゃくちゃコーナーが速いとのこと。いいんじゃないの。1分21秒台をマークし、ラストアタックへ。はい、さあそれでは本番、オートクラフト GR ヤリスライトチューン行ってみたいと思います。タイヤも温まった。さあ1分21秒4を超えられるか。そこ行ったぞ。今のはいい感じだと思うけど、いやいい車だよこれ。乗りやすい、曲がりやすいっていうかな、入り口が楽。うん、これは乗りやすいで、結構跳ねないし、割とこうギャップなんかも吸収してくれるから楽、怖いところがない。これはいいぞ。初走行の峠アタックでライトチューンにもかかわらず、さすがの実力を発揮した GR ヤリス。そこでこのマシンを手掛けた京都のオートクラフトで、我々は GR ヤリスの今後の可能性を探ることにした。
今回八高原ヒルクライム、想定してた、ものより足回りは非常にいい評価をいただきました、うん、で今後このヤリスに関して僕が感じたのがデフかなとっていうふうに思ってます。なぜかというとこの RZ ハイパフォーマンスっていうグレードは、トルセンのデフが前後についてます。どうしてもトルセンっていうものが減速時には効いていなくて、トルクが、入ってきた時に初めてデフ作用がするっていうことなので、ターンインしてからそれから立ち上がりっていうのも非常に重要なファクターになってくるんですね。でそのコーナリングスピードを上げていく4駆で、まあ、ましてやそのゼロカウンターマシンに仕上げていこうと思うんであればそのデフのセットアップっていうのが重要になってくるんで、そのまずデフ、それから各アーム類ですね。これが結構アライメントを取っていく中で、今の純正だとちょっとしんどい部分があるので、まあ、ちょっと後でまあ紹介をしますけれども、ここがポイントになってくるのではないかなと思ってます。リアのこの足回りなんですけど、純正はこの変身カムを使って、調整するんですけれども、この今の構造ですと変身カムを回してもちろんキャンバーは調整できます。ただキャンバーを調整すると同時にトーまで変化されてしまうので、これは独立した調整タイプを、構築していけたらなというふうに考えてますね。はい、フロントです。これフロントのロアームなんですけど、まあ、86BRZ なんかとほぼ同じ構造のタイプなんですけれども、はい、まあ見てもらったら分かるようにこの鉄板の肉厚、これ多分ラリーとかやるとちょっと強度的に僕心配じゃないかなっていうふうに見てるんですね。で86でも僕らここをプレート、溶接プレートを作って強化したりしてるんですけれども、こういうところはロアアームっていうのは、リニアに動かすためには強度がここでねじれるような動きをすると足回りの変化が非常に大きいパーツではあるので、この辺りは強化していけば、ハンドリングなんかで大きく変わってくるパーツじゃないかなとは思ってます。はい、タイヤサイズなんか結構入るんですか。そうなんですね、今回ヒルクライムで使ったのは255-358っていうサイズで、まだつけてないんですが265-358はいけるかなというふうに想定します。だから意外とこのサイズでね、車重の車で265-358っていけば結構な太さのタイヤになるんじゃないかなと思ってます。車の大きさに比べて。そうなんですね。ブレーキはどうですか。ブレーキはもうこの RZ ハイパフォーマンス、ローターがこれどれぐらいでしょう、ちょっと350ぐらいありそうなね。これは純正でこのサイズ。そうなんですよ。ほんで、アドビックスのキャリパーで、純正はブレーキパッドはアケボノが性能パッドが使われてましたね。で今回は、まあ、もちろんパッドは変えておりますけれども、はい、スリットのブレーキローターで2ピースタイプですね。結構アルミのベル使ってるんで結構ここの辺お金かかってますよね。パワーはどのぐらいが限界だと見てますか。こればかりはねちょっとエンジン潰さないと正直だから限界ってなんだってなったらやっぱりエンジンをどん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 パワー上げて上げて、あ、ここで潰れたよねというところで初めて限界が分かってお客様に提供できる限度っていうのが分かってくると思うんで。軽量化とか特に今回軽量っていうのは、まあ、もちろんタイヤホイールの部分 と、シートっていう形で変えてる部分があるんで、シートで約10キロ2脚で10キロほど軽くなりましたね。はい、駆動配分も重要な要素だ。このデフ玉とここは何が入ってるんですか。ここにカップリングが入ってまして、ここでフロントとリア の基本的なその配分配ですよねを変えていってるっていう形になりますね。前後のトルク配分っていうのをここですね、はい、ノーマルからさらにこう前後比率を変えたりとか。そうですね、30:70、これをそうなんですよね、20:80とか。そうなんですよ、これをね、ぜひ商品化していけたらなと。例えばその今おっしゃられたように20:8とか、もっと細かく言えば15:85、もしくはもうアナログでね、ダイヤルでできるような微妙な選択ができるようなパーツを開発をちょっと今後、検討していっていければなと思ってます。競技ベース車はなんかあえてね、等速。そうなんですよね、トランスファーが等速でもう50:50っていう形になってるんですけれども、これは非等速になってますんで、デフの負担
がちょっと僕も懸念してるんですよね。フロントとリア の, あ の, その, 入りあの分配を変えることによってリア側がオーバーヒートするんじゃないかとか。離等速ってのは無理があるってことですか？そうですね、もちろん前後のトルクも変わってきますし、各ギア、デフのギア、トランスファーのギアへの負担がかかってくるんで、もしかしたら負担がいって壊れるっていうこともあるかもしれないですね。次回はじゃあ第2段階にしてもらえますか？そうですね、次回ちょっとアーム類なんかでやって、もっとこう四駆らしい走り、コーナリングっていうのができればいいなというふうに考えてます。ホットバージョン初登場でその可能性を感じさせてくれた GR ヤリス、今後の進化に期待だね。